ムーブは1995年にダイハツ初のスペース系軽自動車として誕生し今回のマイナーチェンジでスマートアシスト3を搭載内外装も刷新し先進的で上質感のあるエクステリアに仕上がった安全安心性能を向上させながら誰にとっても乗り降りしやすく扱いやすい車となっています長さ 3395mm 幅 1475mm 高さ 1630mm 電子カードキーを携帯しておけばドアの開場や瀬上エンジンの始動が行えますエンジンスイッチを押すとエンジンが始動メーターとマルチインフォメーションディスプレイも起動します 運転席右側のスイッチ類には、運転席シートヒータースイッチ、安全運転を支援するスマートアシストのオフスイッチ、滑りやすい路面での車両の安定性を支援する機能のオフスイッチ、自動的にロービームとハイビームを切り替える機能のスイッチ、アイドリングストップシステムのオフスイッチ、 ヘッドランプの軸を調整すす。るダイヤルが配置されていますステアリング下のレバーでロックを解除することで体格に合わせてステアリング位置を調整できるようになります調整できたら必ずレバーを戻しロックしてくださいステアリング左側はオーディオ操作のスイッチモード切り替えや 音量調整ができます右側のスイッチは D アシスト切り替えのスイッチオンにするとディスプレイにパワーモードの表示が出ますワイパースイッチはステアリング左側に右側はワンタッチターンシグナル機能付き方向指示スイッチ マルチインフォメーションディスプレイ下のスイッチで表示内容の変更や明るさの調整をすることができますシフトの位置はマルチインフォメーションディスプレイにも表示されます運転席のサンバイザーにはチケットホルダーと バニティミラーが付いています助手席のサンバイザーにはバニティミラーのみが付いていますエアコンのオートスイッチを押せば風量を自動的に調整します中央の温度調整ダイヤルを回すと好みの温度に設定できます掘り込み式のカップホルダーは安定感抜群 スイッチ類の下にはサイドトレイとアンダートレイの大小2つの収納スペースを用意ドアポケットにも収納スペースがありますインパネセンタートレイの横には USB 端子がありスマートフォンの充電に便利エアコンの下にはインパネロアポケット 12ボルトのアクセサリーソケットが配備されています。助手席のカップホルダーは使いたいときにワンプッシュで簡単に使用できます。インパネトレイには大容量の収納スペース、グローブボックスも大きいのでさまざまなものを収納できます。ショッピングフックはちょっとしたものを下げておくのに便利です。 大型シートアンダートレイは、スニーカーが楽々しまえる大容量。フロントセンターアームレストは、収納ボックス付きです。後席のドアポケットは、ドリンクホルダーがセットになっています。助手席後ろには、収納型のショッピングフックと、シートバックポケットが完備されています。 大容量のラゲージアンダーボックスは背の高い荷物もしっかり収納できますラゲージルームにもランプがあるので暗い場所でも安心ですリアシートは左右別々に動かせる設計でそれぞれの体格に合わせて足元を広げたり荷物の量や大きさに合わせて荷室を広げたりできます リアシートの片口のレバーでリクライニングや前倒しの操作ができます。後席両方を倒せば、フラットで広々としたラゲージスペースを作れます。シートアレンジの組み合わせで、このように足を伸ばしてリラックスできる空間を作ることもできます。 ほかにも乗る人に合わせて簡単に調整できる機能が満載自動で格納してくれるドアミラーは格納忘れを防ぎます X ターボと X のグレードでは LED ヘッドランプのメーカーオプションも選択できます明るい LED のリアランプと ハイマウントストップランプは後続車へしっかり注意を促します。デザインや安全性、走り、使い勝手まで車の基本がしっかりと作り込まれているダイハツムーブのご紹介でした。